6MT でですね、シフトポジションをメーターの中にきちんと出してあげることにしました。それと同時にシフトアップのインジケーターを出しまして、例えば今4速で走っていたら上向きにピッと出ますから、あ、もう5速にしていいんだな、5速で走っていたら、あ、もう6速にしていいんだなっていうことで、燃費のその最適なところでですね、シフトチェンジしていけるような情報を車からその運転者に出してあげる。決して押し付けっていうことではなくて、そういうあくまでも燃費のいい運転を手助けしてやるっていう見方ですよね。レガシーって運転して楽しい車で、俺の運転の勝手だろうっていう人も中にはいますんで、それでしつこさもないようにこう一回だけ教えてあげるっていうような、そんなことやってますよね。車と対話をしながら燃費を、実用燃費を上げていきましょうっていう。モード燃費っていうのはもう決まった試験方法で、こうダイナモの上でやる試験ですから、もう物理的に決まっちゃうんですけど、実用燃費っていうのはあくまでもそのお客さんの運転の仕方で相当良くなりますから、そこを手助けしてあげましょうっていう、そういうものをたくさん今回はつけたつもりですけど、トランスミッション側もですね、今回、リニアトロニックとそれと5速 AT では、自動ニュートラル制御っていうものをインテリジェントモードの時だけ働かしています。これはアイドルで停止している時にエンジンの負荷を低減するためにですね、トランスミッション状態を疑似的にニュートラルな状態に、作り込んで、エンジンの負荷を減らすということがアイドルで停止している時の燃費向上に貢献しているというところが、新たな取り組みの一つとなっています。車体側もやっぱりいろいろやってまして、例えばそのオルタネーターっていう発電機があるんですけど、それがやっぱり一番いい状態で発電できるようにエンジン側の負荷を減らしてやるとかですね、あとは車はやっぱ軽ければ軽いほど燃費は良くなるんですけども、あれだけ車を大きくしてもですね、重量増はわずかですんでですね、だからそういうところでもその大きくしたけどもその重くしない、燃費を悪くしないっていうようなことはできていると思います。パワーユニットとやっぱり車両、それぞれですね、役割分担あるにしても、このモード燃費実用燃費っていうのはお互いの融合ですので、阻害し合わないように高め合っていくっていうところで、今回パワーユニットとそのボディの燃費へのアプローチっていうのはこれまでのその素晴らしさではないぐらいの取り組みをしてきてます。で、特にその車両側とのコミュニケーションで、エンジン、トランスミッション、それと車両、どういう状態がそれぞれの排気量でベストな状態かっていうものをかなり細かく分析してですね、燃費の向上を図ってるっていうところが、今までのレガシーの開発の中でもちょっとなかった取り組みの一つになってます。燃費向上のアイテムの検討会というのを何回もやったんですけど、50項目ぐらいもっと出たんかな。もっとですね、 A3 の紙で3ページですね。で、3ページぐらい言うと、項目数で言うと多分100-150項目ぐらいですね。全部は生産化はできなかったんですけど、そういうネタ出しから始まって、スバルって東京と群馬で分かれてるんですけど、お互いをこう行き来して何回も検討会は車体側とパワーユニット側で何回もやって、燃費は相当取り組んだ項目ですね。